知っとるね学ぶくん、かたまなぶくん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常松さん、はい、あの SDGs って知ってますか？うんうんうん、はい、あのサスティナブルディベロップメントゴールズって言って、持続可能な開発目標っていうことですよね。あの実は TKU も登録事業者で、あの地下水を守ったり、熊本の将来を担う子どもたちのために、まあ、いろんな活動をしているんですよね。へえ、はい。でも常松さん今読んでましたよね。はい、あのしっかりとカンペを見させていただきました。なるほどなるほど。でもこの SDGs って今、うん、常松さんから聞いてもなんやらかんやら、でも、うんうん、よく聞く言葉ですよ ね、うん、ね、最近はねよく聞きますね。そうなんです、うん、だからまだわからないっていう人も多いと思うので、うん、僕がきっちりと調べてきました、はい、今日は SDGs について調べなんてたい。オールディーズなら知っとるばってんね。まなぶくんがやってきたのは制作企画課。案内をしてくれるのは、子供が生まれたことで SDGs への思いがさらに強くなったと語る北川さんです。 SDGs って何ね？学ぶも学ぶ。 SDGs とは英語のサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、日本語では持続可能な開発目標といいます。2015年の国連サミットで採択され、誰一人取り残さないを基本理念に、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。子供にはようわからんばってんが、もう少し具体的にどうぞ。 SDGs は17のゴールと169のターゲットで構成されています。例えば17のゴールには、貧困をなくそう、飢餓をゼロに、すべての人に健康と福祉を、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しようなどがあります。 SDGs は何で誕生したと？昨年の豪雨災害など台風や大雨などの大規模な自然災害が毎年発生して大きな被害が出ています。これは地球温暖化の進行が要因の一つと言われており、地球環境が限界に達しつつあることを示しています。豊かな自然を守り、人々が安全に暮らしていくため、特定の人だけではなく全世界の人々が協力して取り組む必要があります。そこで安心して暮らしていける地球を守り、子どもたちに残していくために取り組まなければいけない国際公約として SDGs は誕生しました。熊本市は何バスと？熊本市では熊本地震の経験と教訓をもとに災害に強いまちづくりを進めています。具体的には災害時には電気自動車 EV を動く蓄電池として避難所に派遣して電気を供給する仕組みなどを構築しています。その他にも温暖化対策としての温室効果ガス削減に向けた取り組みや、フードロスを減らす取り組み、若者による SDGs バンドコンテストの開催などに取り組んでいます。今後も誰一人取り残さない、子どもたちに引き継げる持続可能な街を目指していきます。僕にもできる SDGs はありますか？例えば、歯を磨いたり、お皿を洗う時などの節水、部屋の電気をこまめに消すなどの節電、その他にも食品ロスの削減、家事や育児の分担、紙の無駄遣いを減らすなども SDGs に向けた取り組みです。熊本市では今月 SDGs に関連するさまざまなイベントを開催する予定です。熊本の豊かな地下水で育まれた農水産物を販売する地産地消フェア、脱炭素社会の実現に向け取り組むべきことについて考えるシンポジウム、そしてフェアトレードのマルシェなどがあります。市政だより11月号にも掲載しておりますのでご覧ください。はい、学ぶの講演会は必要ありませんか？大事なことが盛りだくさんですよ ね、 ね、だから改めて何か大きなことをしようとかじゃなくって、うん、こう身近なところでできるところから始めればいいっていうことだよね。そうなんです、うん、で達成時期は2030年、うん、あと9年です、うん、ですからまだわからないっていう方は徐々に徐々にでも勉強していくといいですよね、うん、ということで皆さんまた来週です。